Thank you.
ルールって知ってるか。金をよこせ。勘弁してくれよ、そんな大金。金を払うか、それともここで終わるかだ。大丈夫ですか。ああ、助けてくれてありがとう。ちょっと用心すればあいつらを避けられると思ったのに。あいつらとは誰ですか。ハイエナだよ。お前さんたち鉱山の人間じゃないな。近頃じゃここに来ようなんてやつはめったにない。ちょっとした野暮用でね。ここで何かあったのか。ハイエナはのさばるし、鉱山で妙な病は流行るしで、全くどうしたらいいのか。このままじゃお先真っ暗だ。鉱山で流行ってる妙な病気って。なんでこんなことになったんだか。仲間が次々と病に倒れて、今じゃ鉱山に入ろうなんてやつは一人もいない。みんなひたすら特効薬を待ってる。なあお前さん、用があって来たと言ったな。なんなら鉱山に案内しようか。ここはハイエナの縄張りだ。危険すぎる。お前さんはどこから来たんだい。ハガードの命令でジンさんに会いに来たんだ。ハガードの特使。お前さんそんな大物には見えないが、ジンさんは誰でも会えるわけじゃないよ。ああ、わかった、聞かないでおくよ。こいつです、我らをコケにしたのは。あの二人を捕らえる。な、ハイエナだ、ついてこい。ここなら安全だろう。すまんな、巻き添えにするところだった。奴らは2週間前にここを占拠した。通るには金を払えだとさ。まったく強盗だな。ジンさんがいつ解決してくれるか知らないが、おっと、鉱山の入り口はあそこだ。遅かったね。心配で誰かに見に行かせようかと思ってたんだよ。いや、それがさ、ハイエナに襲われてるところをこの人が助けてくれたんだ。この人がいなきゃ今頃はおだぶつだったかもな。だから外は危ないって言ったのに。ガースを助けてくれてありがとう。こいつはあなたに会えてラッキーでしたよ。コーエン、この人はハガードから来た特使殿だ。鉱山に用があって来たんだと。ハガードの特使。天上のお偉いさん方もやっと僕らの生死に関心を持ってくれたんだね。特使殿、鉱山病を治す薬をお持ちなら見せてもらえます。キーワード、鉱山病を検索中。申し訳ありません、治療薬は持っていません。コーエン、この人を困らせるなって。ギルスはキャンプにいるよな。特使殿がジンさんに会いたいそうだ。ギルスならとっくに来てる。でも下は今大荒れだよ。早く見に行ってあげて。コーエンはいいやつだよ。お前さんへの当てつけじゃないから気にするな。みんな不安なんだ。ギルスに会わせてやるよ。俺たちの親方だ。ジンさんに会うんならこれが手っ取り早い。鉱山のみんなは嫌ってるが、ジンさんの可愛いおいとあっちゃ仕方ない。
ベテラン親方のスタークさんが辞めてギルス鉱山病の問題が解決しないのに俺たちを働かせようってのか。そうだ、何を騒いでるんだ。おじさんが解決方法を探している。お前たちは仕事に戻れ。口を開けばおじさんか、悪党の手先め。戻ってジンさんに伝えてくれ。病気を治せないなら話はそれまでだ。そうだ、やれやれ。抗議するだけで問題が解決するなら俺だってとっくにやってるよ。ほら、あれ、あそこで囲まれてるのがギルスだ。あいつがジンさんのとこに案内してくれる。でもあの様子じゃしばらく動けそうにねえな。悪いが俺が案内してやれるのはここまでだ。仲間の病気が心配だから看病する人間を探さないと。わかった、ありがとう。あの、これ何の騒ぎ？あ？お前よそ者か。高山病にかからないうちにとっとと帰った方がいいぞ。感染者が続出してみんなビクビクしてる。それなのに高山主のジンさんはまだ採掘を続けろって言うんだぜ。ジンさん、ジン、ジンさんはお医者様を呼んでくれないのですか？俺たちに必要なのは薬だ。あいつら早急に対策をなんて抜かしてやがるが、いつも口だけだ。ほら、今日だって特効薬を配るって言うからここで朝早くから待ってたんだ。それがどうなったと思う？ギルスのやつ、ジンさんの作った薬がハイエナに奪われたとか言ってごまかしやがった。誰がそんな手に乗るかよ。ギルスの野郎は根っからのペテン師だ。今日こそは絶対に白黒はっきりつけてやる。行員たちはこ興奮状態です。ミアはギリスに詳しい事情を聞くようおすすめします。だ、誰が来いと言ったん。下がれ。ハガードが俺に何の用だ。ハイエナに薬を奪われたんだって。ああ、そうさ。うちの叔父が大枚はたいて開発した特効薬をあいつらに奪われたんだ。薬箱には GPS がついてるんだが、追跡する人手が足りない。まったくどうすりゃいいんだか。下にいるあのバカども、口を開けば文句ばっかりだ。偉そうな口叩くなら自分で取り返してこいっつんだ。俺が薬を奪い返したらジンさんのところに案内してくれるか。お前な。おう、いいだろう。薬を取り戻してくれたらおじさんに会わせてやる。すぐに位置情報を送る。ハイエナが薬箱を持って逃げる前に急いで取り返せ。あの鉄の参道を見たか。貨物を運ぶのにあの道を使っている。途中にハイエナの検問所がある。奪われた薬はそこにあるに違いない。Okay.
返せ。薬は取り返した。これでいいよな。ああ、それで間違いない。いや、助かった。あのバカどもにはもううんざりだ。そんじゃ早く薬を配ってあいつらを黙らせてくれ。俺がおじさんとこに連れてってやるからよ。ありがとう。徳志殿、あいつらに何を飲ませたんだ？ギルスからはジンさんの開発した特効薬だと聞いた。みんなの病気が治るといいな。ありがとう。本当に早く元気になるといいな。行員たちがあそこからどいてくれない？みんなを説得してくれないか？よし、ついてこい。俺が帰りを説得してみる。病気の仲間たちはもう薬を飲んだ。ほら、散った散った。その通り、すでに薬は手配してある。お前たちは仕事に戻るんだ。薬はこれっぽっちか。足りなかったらどうするんだ。薬は手配してあるから焦るんじゃない。面倒を起こすやつはおじさんに言って給料さっ引くぞ。わかったよ。ひとまず信じるか。みんな、ちったちった。ああ、やっとあいつらを追い払えた。もうゴリゴリだ。これでジンさんのところに連れてってもらえるよな。ついてこい。お前にはいろいろ世話になった。おじさんだって喜んで会ってくれるさ。その前に一つ聞いておきたいことがある。なんだ？お前確かハガードの人間だったよな。ってことは商売の件でおじさんに呼ばれてきたのか？いや、異常起動したオムニアムタワーを止めるためにジンさんの力を借りたくて来た。へー、ハガードがよこしたのはお前一人か。ああ、それが何か問題でも？いや、別に。ちょっと聞いてみただけだ。そんじゃ、行こうか。おじさんを待たせちゃ悪い。おかげで助かった。行員たちはこのところ騒ぎっぱなしだ。恩知らずどもめ。誰のおかげで飯が食えていると思ってるんだ。確かにここの仕事は辛いが、それに見合う給料は出してる。来たいやつは他にもたくさんいるぞ。ここで働けるのはあいつらにとって幸運なんだ。わかるか？騒いで不満垂れてる奴らを見ろ。本当にクビにするとなったら全員おとなしくなるぞ。おじさんは甘すぎる。俺ならあんな騒ぎを起こす奴はさっさと追い出してるぞ。見せしめにもなるしな。さあ、ここだ。ちょっと待っててくれ。先に話してくる。
おじさん、ハガードの人を連れてきたよ。二人で協力したおかげで盗まれた薬も取り戻せた。うん、よくやったな、ギルス。ハガードの特使殿か。入ってもらいなさい。いや、これはどうも。おいがえらく世話になったそうだね。状況は確かに深刻だが、すでに万全の対策は講じた。今は感染者に交代で休みを取らせ、治療法を模索しているところだ。だが、鉱山の運行は止められない。私は慈善家ではない。慈悲や同情心だけでは会社を経営し、大勢の従業員を養えない。行員たちの境遇を理解しようとは思わないのですか？私は世の中というものを嫌というほど見てきた。行員たちの置かれている状況は誰よりも分かっているつもりだ。同情を引く一番の方法は自分を哀れに見せることだ。それくらい君にだって分かるだろう。血も涙もありませんね。特使殿、それはあまりにも一方的な物言いだ。私は誰にも強制などしていない。金のために働くのも今すぐ出ていくのも彼らの自由だ。違うか？まあいい。ハガードもこんな話をするためだけに君をよこしたのではないだろう。他に何か要件でも？ふん。ハガードはアストロナジーを使ってオムニアムタワーを止めたいのか。助けたい気持ちは山々だが、残念ながらうちのアストロナジーは少し前に盗まれてしまったのだよ。亡くなったと気づいてすぐに鉱山のあちこちを調べさせたが、何一つ収穫はなかった。まあ8割方ハイエナの仕業だろう。あいつらは隙あらば襲いかかってくる。今じゃ鉱山周りの多くの土地が奴らの手に落ちてしまった。だが鉱山内部の状況も不安定で、あいつらに構う余裕がない。そこでだ。困った時はお互い様です。俺がハイエナの相手をしますから、あなたはアストロナジーを取り返してください。これはいい。ならば一番簡単なところから手をつけるとしよう。近頃ハイエナの子分どもが大勢この辺で騒ぎを起こしているらしい。すまないが退治してくれないか？ジンさん、居住区がハイエナに襲われました。助けてください。ここはもう安全だ。他にも侵入された場所はある？
徳士殿、ありがとうございます。今のが最後の侵入者だと思います。でも僕たちは浮き足立った住民をなだめて町の秩序を回復せねばなりません。お手数ですが、ハイエナを撃退したと仁さんにお伝え願えますか。ご苦労だった。だがもう一つ大至急片付けてもらいたい問題がある。鉱山上部の責任者アーヴィンから SOS が届いた。彼のいる鉱山積み替え所がハイエナに襲撃されたようだ。積み替え所からの連絡は途絶え、派遣した衛兵隊からは何の音沙汰もない。かなり厳しい状況だ。キャンプの下から直接鉱山の上部に抜ける坑道がある。積み替え所はそのすぐ上だ。幸運を祈る。バキ動け。この箱を持って帰ればご褒美だ。よっ。またこいつかい？決着はつけないとね。本当に助かりました。ありがとう。あなたは？ジンさんの命令で来た。あなたがアービンさん？そうです。ジンさんから何かことづかってますか？それより体は大丈夫か？下のキャンプで休んだ方がいい。ケンチ、あなたは体の状態が良くありません。キュッキュッキュッ、休養が必要です。僕は平気です。ハイエナに荒らされた土地を放って帰ったらジンさんに合わせる顔がありません。すみません、散らばった鉱石を集めてもらえませんか？僕は設備に損傷がないか調べてきます。鉱石は全部集めたよ。ありがとうございます。でもトロッコの制御台が壊れてるみたいです。ちゃんと動くか検査してみないと。この先にある制御台に行ってトロッコをここまで動かしてみてくれませんか？
休んでる暇はなさそうですね。急いでトロッコの修理をして貨物をちゃんと運べるようにしないと。でもそんな体で動いて大丈夫なのか？大した病気じゃありません。大丈夫です。あなたが情報を下に届けてくれたら仲間も手伝いに来てくれるでしょう。薬はすでに服用されましたか？薬は何の病気かもわからないのに効く薬なんてありませんよ。ここでは治しようがないと鉱山のドクターノーリも言ってました。まあもともと期待なんてしていませんが。じゃあギルスが持ってきた薬は何だったんだ？あなたのおかげで助かりました。早くジンさんのところに報告に行ってください。後のことは僕一人で何とかします。くれぐれも気をつけて。Thank you.
よっ。
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 よっ。はっ。ほっ。
Thank you.
ほっ、よっ、ほっ、はっ、よっ。よっ。
よっほっ。
Thank you.
詰め解除の件は解決しました。アービンさんは今後処理をしています。徳士殿、また世話になったな。ジンさん、帰り際に聞いたのですが、今回配った特効薬はあまり効き目がないようですね。あれは特効薬などではない。効き目はゆっくりだ。でもないよりはマシ。そうだろ？なぜその事実をみんなに伝えないんですか？私は彼らの求めに応じて薬をやり、彼らは希望を胸に仕事を再開する。利害が一致しているのだから何も言うことはない。もちろんうちの研究室で薬の開発は続けている。だがこれは未知の病だ。全てゼロからの出発になる。徳士殿、新薬の開発には金がかかる。それも膨大な額のだ。あなたは自分が何をしてるか分かってるんですか？徳士殿、その正義感は素晴らしいが、君より私の方が南極の舵取りに通じている。さてと、そろそろ君が食らいつきそうな話題に移るとしよう。キャンプの周りに数箇所ある観測センターからデータを回収した。幸運なことに盗まれたアストロナジーの行方が分かったぞ。やはり思った通りハイエナの仕業だ。今頃ブツはすでに奴らのボス、感触持ちのルキア女子の手に渡っているはずだ。人呼んでハイエナの女王だ。大勢を率いて山頂にアジトを築いている。かなり厄介な相手だ。奴らに対抗するために私は大金をはたいて賞金ハンター、アイアンシェル、ドクターハリも雇った。彼は有名な整備士だ。協力してことに当たるといい。ハリムは山上にいる。彼には徳士殿がそちらに向かうと伝えておくよ。
よっ。
よっ、ほっ。
Thank you.
Thank you.
Thank you.
ハガードから来たってのはお前か。おっと、悪い。人と話すのが苦手なんだ。許せ。用件はジンさんから聞いてる。お前、なかなかのやり手だそうだな。助っ人が増えるのは構わんが、ドジ踏んで俺の足を引っ張るなよ。とりあえず状況を教えてください。ハイエナの女王は今どこに？あの狂った女か。どうせアジトでダラダラしてるんだろ。どうするって、設備の調整を続けるに決まってるだろ。お前、俺がなんでアイアンシェルって呼ばれてるか知らないのか？お前らみたいな荒っぽい人間はすぐに力ずくで物事を解決しようとする。だが俺は違う。技術の力が頼りだ。この任務のためにデストロイヤーというメカを作った。まだテスト段階だが、あと何日かすれば。あ？なら何か？今すぐ突撃しろってか？言っとくが、それは無理だ。金をもらう以上は働くが、金のために命を捨てるのはまっぴらごめんだ。準備ができるまではてこでも動かないぞ。それとも、お前一人で無謀な賭けに出る気はあるか？お、なかなか話がわかるな。でもその前に、デストロイヤーの起動に必要な大量のエナジーを見つけてこい。ハイエナの縄張りの中ならどこにでもある。そこのロボットアームを貸してやるよ。雑魚の相手なら楽勝だが、あの狂った女にだけは気づかれないようにしろよ。よし、そんじゃ働くとするか。これには特殊な改良を施してやる。絶対満足するはずだ。エナジーはこの辺りだ。あの狂った女に気づかれないように素早く戻ってこい。
ジーは大体集まった。戻ろうか。あいつらに構う必要はない。もう戻ってきたのか。うまくいったようだな。デストロイヤーの準備も終わった。エナジーを装填すればいつでも動かせるぞ。だが出発の前に条件について話しておきたい。お前はアストロナジーのために来たんだよな。ちょうどいい。俺もいつか本物のアストロナジーを見てみたいと思ってたんだ。アストロナジーが手に入ったらちょっと拝借して調べさせてもらっていいか。もちろんいいですよ。こりゃいいや。それじゃメガにエナジーを充填してくる。お前はエナジー機器のスイッチを押してくれ。エナジー設備のスイッチをオン。デストロイヤーの起動に備える。準備ができたら座ってくれ。ハイエナの女王のアジトまで送ろう。無事を祈る。デストロイヤーのコアが加熱気味だ。回収しないと。あとの奴らはお前が何とかしてくれ。俺はバリアを閉じてアストロナジーを持ち帰る。
向こうの英雄の凱旋だ。これで俺もジンさんのところに報酬をもらいに行ける。その前にアストロナジーをしばらく預からせてくれるって約束だよな。気が済んだら返すからよ。心配するな。俺は人に好かれるタイプじゃないが、信用は絶対に裏切らない。もうしばらくここに滞在するつもりだ。頃合いを見てまた会いに来い。フランツさん、遅いよ。フランツさん、新しい情報はありますか？いい知らせはない。鉱山で流行ってる病気のことは君も知ってるよな。何か発見はあったか？ジンさんが全く新しい未知の病だと言ってた。彼の部下が今、治療法の研究を進めてる。それと本人も、行員たちに配った薬に効果はないと認めた。でもあの人、どうも何か隠してる気がする。どこが問題なのか、まだ見つけられていないけど。俺は他の手がかりを当たってみるよ。君たちはギルスから目を離すな。何か分かったらすぐに連絡をくれ。ジンさんの薬をハガードに送って調べてもらった。そしたら、意外なものが見つかった。見た目はごく普通の薬だよ。だが、ドクター・ヘンリーがサンプルの一部から、微量の不活化ウイルスを発見した。ウイルスの DNA 断片は人為的に編集されていた。その中にはある特定の遺伝子配列が含まれていた。患者がその薬を飲むと不活化ウイルスが正常な細胞に感染し、特殊な配列が宿主の DNA にコピーされる。簡単に言うと、薬を服用した者の遺伝子が一定の影響を受けるんだよ。
しかもドクター・ヘンリーがアイダの子の生物サンプルを分析したところ、相同性を持つ DNA 配列を見つけた。つまり薬はアイダの子と関係してる可能性が高いということさ。アイダの子、遺伝子操作、それがジンさんの狙い？まだジンが関与してるとは断定できない。薬の開発と製造の責任者はギルスだ。あいつがジンに隠れてアイダの子とつながってるみたいだな。それとベンジスで同じ薬を売ってるやつを見つけたよ。鉱山から仕入れたらしい。この件にもギルスが関与してると見て間違いない。まずはベンジスに薬を提供した張本人を探し出そう。君はこの辺りを調べてくれ。ヤブヘビになるといけない。ジンの手下と接触しないよう気をつけるんだよ。わかった。手がかりが見つかったら合流する。いや、見慣れない顔だね。新入りかい？僕はもうここに暮らして数十年になる。誰が新入りかくらい一目でわかるさ。何か聞きたいことがあるようだね。うん、行員の中でよくベンジスに行ってる人はいないか？ベンジス？一番よく行ってるのはクリスだろうな。あいつガキの頃から落ち着きのないやつだからさ。まったく。あいつは時々質の悪い鉱石を盗んでは売りさばいてるって噂だ。一度も捕まってないから真偽のほどは不明だがな。記録、クリス犯人である疑いが濃厚。あの、俺をベンジスに案内してくれそうな人を知らない？ベンジス？何しに行くの？長年ご無沙汰の友達に会いに。へえ、ベンジスって賑やかな街なんでしょ？私も行ってみたいな。でもクリスおじさんが往復するとかなり時間がかかるって言ってた。クリスおじさんって？クリスおじさんはここで婚姻をしてるんだ。でもいつもベンジスで面白いものを買ってきてくれるから、私おじさん大好き。一緒に連れてってって頼んでもおじさんは危ないからダメって言うの。私がもうちょっと大きくなればいいのかな。記録、容疑者クリス。君、ハガードの人なんでしょ？ああ、何か用？いきなりで悪いけど、俺たちを助けてもらえないかな。高山病のせいでみんな追い詰められてるんだ。そうか。俺たちも調査は進めてる。でも感染の拡大を防ぐには人の出入りを調べる必要がある。最近ベンジスに行った人物に心当たりは？ベンジス？俺みたいな一階の行員が知るわけないだろう。外部との取引は全部ジンさんの仕事だ。はあ、みんな一攫千金を夢見てここに来たのに、これじゃ揃いも揃って野垂れ死にだよ。おい、そう、そこのお前だ。新入りか？あのさ、近頃鉱山の様子がどうも妙なんだ。採掘の時に神様のたたりに触れたって噂だぜ。だからよ、このお守り買わねえか？安くしとくぜ。ハガード特製のお守りだ。効き目は保証する。それでも安心できないなら他のも見せてやろうか？ほら、これ開発されたばっかりの新薬だ。高山病は治るわ、予防にもなるわで、ベンジスのお偉いさんにも大評判だ。ん？最近行員たちに配られた薬ってこれのこと？そうだ、
ジンさんとこにももうほとんど在庫はないそうだ。今買っといた方が安心だと思うぜ。じゃあなんでベンジスでも売ってるの？そりゃ販売ルートは多い方がいい。ぐちゃぐちゃ言ってねえで、買うのか買わないのかどっちだ。ただちょっと不思議に思ってさ、なんで感染者のいないベンジスで薬を売る必要があるわけ？お前一体。あ、ジンさん。ジンさん、ジンさんどうしたんだ？クリスが逃げました。あ、やめろ、やめてくれ、話せばわかるって。その薬は一体何なんだ？白状しろ。わかった、わかったから。薬は確かに俺がベンジスに売った。でも俺はただの使い走りだ。誰に雇われた？ジンさんか？まさかジンさんにバレたら殺される。ギルスさ、売った金の3割をやるって誘われてつい。薬の入手ルートは？ギルスはなぜ薬をベンジスに売らせた？それは直接あいつに聞いてくれよ。俺が知ってることはもう全部話した。俺だって怖くてそんなこと聞けねえよ。言っておくが、ギルスに告げ口でもしたら。わかったよ、今日のことはなかったことにする。ジンさんはギルスがベンジスに薬を横流ししていたとは知らなかったようだ。でもまだ薬の入手ルートはつかめていない。うん、ギルスとジンさんは必ずしも一枚岩ではないようだ。まず攻めるとしたらそこからだな。ギルスの弱みを握れたら優位に立てるかもしれない。この件はひとまずジンさんには黙っておこう。次の作戦に移るのは動かぬ証拠を集めてからだ。俺は他の手がかりを当たってみるよ。君たちはギルスから目を離すな。何か分かったらすぐに連絡をくれ。了解。あなたも気をつけて。まだやることがある。誰も入ってこないように見張ってろ。
っかり見るんだぞ。怪しい奴がいたらすぐ知らせろ。クリスがあと何回かやってくれれば俺は。記録、ピルスが薬物の闇取引に関与した証拠です。お前らが、えへ、早くこいつらを捕らえろ。なんだよお前ら。記録、ギルスと盗品の画像を証拠として保存。何を言ってるんですか。画像採集完了。これからジンさんに送信します。ちょっと待った、やめろってば。俺はただおじさんに隠れて小銭を稼いでただけだ。別に悪いことはしてない。いや本当だって。高山病が流行り始めてからベンジスでも感染に怯える人が増えてきた。それで特効薬の話を聞いた人たちが信じられないような大金を出すって言ってきたんだ。そんなうまい話乗らない奴がいるかよ。それでクリスに分け前はやるから運送のついでに向こうで売らないかと持ちかけた。それのどこが悪い。その薬の中になんでアイダの子が開発した特殊ウイルスが入ってたんだ。アイダの子のウイルス。しらばっくれるな、さっさと吐け。いや本当に知らないんだって。薬はおじさんが開発させたものだ。俺はただ荷物を受け取って下の奴らに配っただけ。荷物を受け取った場所は、相手は誰だ。薬はサザンビーチのあたりに届いた。そういえば受け取るときちょっと妙なことがあった。おじさんが絶対に一人で受け取りに行けってしつこく言ってきた。そうしないと相手が姿を現さないって。まさかその相手がアイダの子だったのか。いや誓って言うが俺は何にも知らない。あとはおじさんに聞いてくれ。ミアはここでギルスを見張ってろ。俺はサザンビーチを調べてくる。ギルスが言ってた受け渡し場所はこの辺りのはず。こいつだ、かかれ。はっ、しまった、罠だ。
よっ。逃走しました。ミアは見張りに失敗しました。ミア、何があった？アイダの子が鉱山に侵入してきました。ギルスが連れて行かれるのを止められませんでした。ギルスのやつにまんまと騙された。サザンビーチに行ったらアイダの子に襲われた。これからどうすればよいのでしょう。少なくともギルスとアイダの子が手を組んでるってことははっきりした。ひとまずフランツさんに報告しよう。そら今揃って不調だね。ギルスに逃げられたのはもう知ってる。俺の方も大した収穫はなしだ。それとアイダの子がアストラ島で妙な動きをしてるとの情報が入った。近々大波乱が起きそうだ。鉱山の件は君だけが頼りだ。俺はミアと一緒にアストラ島に戻ってアイダの子の動きを調べてみる。ミア、君は喧嘩はできないけど地形については俺より詳しい。それにシェルターの事情にも通じてる。アストラ島よりここの方が心配だ。ギルス逃亡の件はジンさんももう知ってるはず。俺たちのターゲットは彼の甥だ。ジンさんの協力を得られなければこれからの仕事がやりにくくなる。でもまだジンさんの立場がはっきりしない。直接甥を引き渡せと頼んだらやぶ蛇になりかねない。彼に薬の製造地を尋ねてみるといい。ハガードとの決裂を回避したいという思惑があれば協力してくれるはずだ。薬の開発と製造はギルスの担当だ。その線を追えば何か発見があるだろう。とにかくここは君に任せた。くれぐれも用心してくれよ。どうかお気をつけて。ミアもできるだけ早く戻ってきます。特使殿、ギルスの件では大変申し訳ないことをした。私の監督不行き届きで余計な面倒をかけてしまったね。今度改めてお詫びをさせてほしい。強引に配った薬の大半を回収し、服用した病人たちにも専属の看護人をつけた。まったくお恥ずかしいところを見せてしまったよ。ジンさん、薬の製造状況を調べさせてください。アイダの子が関与した理由を知りたいのです。薬の開発と製造は我々の重要な研究拠点であるエリア4で行われた。私はギルスに監督権を与え全てを任せていた。まさかそこまで信頼していた甥に裏切られるとはな。すでにエリア4からの連絡は途絶えた。どうやらアイダの子の手に落ちたようだ。調査はくれぐれも慎重に進めたまえ。場所を教えてください。エリア4は鉱山の頂だ。貨物用エレベーターを使えば直接上層部のデッキに行ける。エレベーターが正常に動いていることは私の部下が確認済みだ。それと無理を承知で頼みたいのだが、ギルスの行いは許されることではない。
だがあんな奴でも私の甥だ。どうか。わかりました。俺が欲しいのは真実だけです。ギルスの身柄はあなたに引き渡します。徳士殿、寛大な処置に感謝するよ。